こんばんばは今日もご苦労様でしした話話題の出来事についてお話ししますインチョンアジア大会第15日目の3日陸上の男子マラソンがインチョン競技場をゴールとするコースで行われカンボジア代表として出場したタレントのネコ・ヒロシは2キロ付近で早くも集団から遅れ2時間34分16秒で14位でした完走者のうち再開で5人棄権しました 自己ベストの2時間30分26秒の更新はなりませんでした最後のランナーとして競技場に入ると観客から大きな拍手で迎えられ何度もガッツポーズしタイムは出なかったけど応援してくれて嬉しかったスポーツは素晴らしいと思ったにゃーと笑顔でした2011年にカンボジア国籍を取得し今年6月アジア大会への初出場が決定しました 8月には同国で行われたアンコールエンパイア国際マラソンに出場し、2時間45分28秒で優勝しました。9月18日の選手村入村式の際には、今までよりハードな練習をしてきたので、粘り強く走りたい。記録が2時間30分で止まっているので、切りたい。と抱負を語っていましたが、前日2日にはブログを更新して、 朝に5キロジョブと50メートルダッシュ3本で備え、明日スタート地点ついてドンして、ゴールしたら終わりだ。明日は自己ベスト出すぞ。絶対出す。と意気込んでいました。以上、スポニチアメックスの記事から、今日の話題についてお伝えしました。これからも続けて、話題の出来事を視聴したいと思われれば、チャンネル登録なされると便利です。また明日午後7時にお会いいたします。 お元気で。